Welcome to the exhibition Modern Love, 20th Century Japanese Erotic Art. このラブバイオプスは1996年の作品なんですけど、当時あまりその女性同士の、恋愛を描いた漫画っていうのがあまりなかったので、というかほぼなかったので、ないから描いてみようっていうところから始まってます。私の友達は比較的ゲイいやレズビアンが多かったので、そういう人たちが周りに自然にいて、みんな自然な感情で動いているので、なんかことさら特殊な人たちでは全くないっていうことが書きたかったのと、やっぱりそのゲイの人たちが作品に登場するとすごく画面が華やかになって楽しい雰囲気が出てくるんですね。だからそういう意味でもちょっとそういうゲイの人たちが登場する漫画はとても好きでよく描いているんですけれども、ただそのレズビアンの人たちっていうのはそういうモデルにした漫画がないのもあるし、センシティブだったりナイーブな人も多いので、その作品中に登場するセックスシーン、性的な表現はなるべくソフトにしようと気をつけました。